ピチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、ずっと制作していました、ここ最近ですね、切り餅っていう名前のエコバッグが2点同時に完成しました。もう完成のところから移しました。途中のちょっとやり方とか、こういうことしたとかね、もう後からの説明に今回はさせていただきたいと思いまして、この2つの素材の違いがすごく出来上がるとよくわかりますね。ふんわりした感じのね、左側とプレーンな感じの右側で、それでバスタオルね、4つでもまだ余る感じの容量って言ったらちょっと分かっていただけますでしょうかね。縦が40センチぐらいありますね。結構ね、縦長なんですけど、マチも18センチあるので、すごいいろんなもの入っていきます。ペットボトルとかの2リットルも入っていきますね。これはね、やっぱりもともとエコバッグなので、ショッピングのお買い物、食料品などを入れる時にも対応できるようにと思って、容積をたくさんね、たくさんのものが入るようにってちょっと作ったものになりますので、かなりたくさん入っていくんですけれども、それでもちょっとしたなんかおしゃれ感というかですね、よそ行き感も出していきたいと思って、ピンタックをしたりとか、あとは補強にこのように底の部分ですね、これがね、やっぱりすごい、今回ちょっと1本ステッチを増やしたことで硬くなったので、より強化しましたね。で、これ揃えるところ特徴だってこと、もう前の時にね、結構詳しくこれの作る段階なんかはね、お話しした動画が過去にはね、アップしてるんですけど、またそれから時が経ったのでですね、あの時は3本ステッチだったんだけど、今回から4本ステッチになったことで、もうちょっとね、綺麗な感じに見えるようになったのかなと思います。誰でもそうなのかも分かりませんけどね、どうも3本ステッチより4本ステッチの方が綺麗にやりやすい、間隔の間のなんかその感じ、これ線引きませんからね。そうするとね、3本より4本の方がなんとなくやりやすいですね。だから結果やっぱりね、やりやすいなと思ってやると結果も綺麗にできていて、3本だとね、ちょっと偏るんですよね。だから4本の方がね、うまくできるのも、ものなのか、それとももしかして私がね、散々練習してきて作ってきたのはこの4本の方なんです。どっちかというと、3本っていうのはあまりやってきていないんですよね。だからなのか、ちょっとね、わからないんですけどね。でも今回ね、一つ線を増やしたということの効果は、より丈夫くなったということになったと思います。ただこれね、畳みにくくて、なかなかね、畳んでコンパクトにクシュクシュってやって、なんかポーチに入れるとか、なんかそういうのありますよね、可愛くて。あれはでもね、やっぱりほんと一重仕立てさながらで破れていくと思うんですよ。まあそれと違う、こう畳めないっていうことも、あまり綺麗には畳んでいけないっていうこともあるんだけども、ある程度は畳めます。で、このように折り線がね、ここのステッチ入れたことで折り線つけやすくなっているので、それに沿って畳めるかなと思うと、そんなに難しくなくても、なんとなく畳んでいったらそれなりにきちんとなっていくのかなとも思いますけどもね。まあわからないですけどね。そんな感じで出来上がりまして、ちょっと畳むところちょっとやってみますね。まずね、底のとこから畳むのがこれはいいんだけれども、そこも両サイドも同時にやっていく感じかなと思います。で、バランス取りながら、そこをこういうふうにね、長方形の形にして整えていくんですよね。それと同時に横のつまんだピンタックに沿ってですね、ちょっと整えて、やっぱりね、ちょっとね、頑丈なのですごくこの圧力がかかるんですよ。このなんか分厚いね、テープ、これがなんかこっちに行こうとするので、なかなかね、ぺたんこにはならないんですけど、で、こうやって無理やりちょっと押して、こういう感じにして、なんかね、三つ折りとかでもいいんだけど、まあ、とりあえず、ちょっと今後ね、これ、販売していかなきゃいけないので、あんまり癖つけないように、ちょっととりあえず、一番大まかな畳み方っていうので、これぐらいですね、2回折るみたいな感じ。でも、これ以上、三つ折りにして、もうちょっとクシュクシュっとはできると思うので、実際使うときにはもう少しコンパクトに畳めるかもしれないんですけれども、まあ、こういう感じでちょっとね、ご紹介をする。のは私の場合はここに留めておきたいと思います。ちょっとシワがつきたくないっていうのもありましてね、まあ、使っていくといずれシワできるんですけど、そういう感じになりますね。なんか実際に私もですね、違う素材で作ったモカグレーみたいな色なんですけど、もう本当に使いながらね、使いやすいなと思っているので、興味のある方はですね、ホームページにお立ち寄りいただいたりしてね、また明日
これ動画アップの日の次の日ぐらいにヤフオクとかで販売し始めるんですよ。クリーマとかね、準備ができ次第ですけどね。なのでまたちょっと後日覗いていただいて、まあなんかね、見ていただきたいと思うんですけど、値段はね、まあその時に見てもらっても分かるんですけど、2200円税込みみたいな感じになりますね。エコバッグっていう点で見るとね、もしかしたらなんかね、ガソリンスタンドでもらえるよとか、そういうのとから考えれば高いのかもしれないですけどね、それなりにそのね、お値段以上のことをしてるつもりでおりますのでね、その辺をね、ちょっとね、なんか一度なんか見てみて実感してもらいたいなと思うんですね。そんな感じをお伝えしたいと思います。なんとかその私が自分で使っていて、これいいなって、これからも作っていこうってすごく実感したやつなので、その辺がね、実際にまだね伝わっていないし、まあ、そのように同じように感じていただけるかは使ってもらえないとわからないんですけどね、まあ、なかなかここまでね補強して、そこをこういう形にしてあるバッグを見たことがないので、エコバッグではね。なのでね、ちょっとね特徴があるかとは思います。はい、これで終わります。ではどうも。これから黒いね感じのねバッグが増えてくると思うので、ちょっとね黒の世界みたいな感じ楽しんでいただきたいと思います。ジャガードとかもね、そのうち入っていってたりとか、この左側がパイル地でちょっと個性的だったんですけど、結構ねもっといろいろ個性的な生地はもうね調達済みなんですよね。で、あと作っていくだけなんで、ちょっとね時間がある限りね、たくさん作っていけるようにしたいなとは思っています。ありがとうございました。